皆さんこんにちは。せーの、 AKB48 18期研究生です。イエーイ。はい、それでは自己紹介お願いします。はい、私が質問したらあずきって言ってください。はい。カスタード派、チョコレート派、やっぱりみんなはあずき。ありがとうございます。東京都出身19歳あずこと八木あずきです。よろしくお願いします。マジかわいい。はい、あなたの心にほっと一息、北海道のた姫、二十歳小彦と成田小ひなです。よろしくお願いいたします。こんにちは。はい、私の名前はって聞いたらカスミンって言ってください。はい。あなたのハートをパスミン。私の名前はクラッシュミン。ありがとうございます。笑顔とエクボがチャームポイント。大分県出身19歳のカスミンこと工藤カスミです。よろしくお願いします。カスミン。はい、今週はこの3人でお送りします。それではタイトルコールをしましょう。せーの、一か八かで全力一発ルーム。ということで今日は浴衣ということでね、はい、どうですか。とりあえず見ていきます。確かに、うん、じゃあせっかくなら、はい、はい、私から立ってご紹介させていただきたいと思います。おー、どんな紹介なんだろう。お、ダラダラダー、かわいい。こんな感じでピンク、私はピンクで、これ玉ねぎ、ヨー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 が玉ねぎヘアだね。してみました。リボンもつけました。かわいい。くるっと回ってリボン。おいい感じ。ありがとうございます。はい、はい、コヒちゃんいきます。大丈夫。コーヒーはいいよ。いいよ。私は水色と紫のなんか紫陽花みたいな大きめな花のついた浴衣にします。いや、まとめ髪やばいな。かわいい。似合う。最高。いつもと似合う違う感じで、ね、いい。かわいいです。はい、はい、私カスミ。私は、ね、カスミも王道ですね。かわいいよ、これは。かわいいよ。はい、やっほー。ね、私なんだろう、赤を基調とした感じの、うん、かわいい。めっちゃかわいい。よかったです。かわいい。かわいくしてもらいました。かわいい。編み込み。三つ編み。いや、なに？かわいい。かわいい。ということで、こんな感じでした。はい、いいね。これ最高だ。いいですね、みんなかわいすぎて。ね。なんか一つ思ったことがあって、何ですか？なんかヤギと全然一発ルームをやった記憶がなかったんですね。だから遡って見てみたら、なんと去年の浴衣企画まで浴衣企画一回も全員集合以来やってなかったんですよ。そういうこと？はい。それはやばい。そうなんですよ。そんなことありますか？NG 出してたもんね。NG 出してる。ちょっとスケジュールがね。ここが合わなかったのか。確かに1年ぶりだから1年越し。じゃあちょうど浴衣の時が、そう、浴衣の時しか共演してない。やばい、それはすごい。そうなんですよ。嬉しい。確かに。よかった。だから、ね、1年越しの私たちの姿。どうですか、うん、そうですね、やっぱ成田小日向ちゃんと共演できてすごい嬉しいですね。あ、今日は楽しみたいと思います。ね、1年越しにね、はい、再会できたということで、はい、この番組は AKB48 18期研究生がいろいろな企画に挑戦しながら新たな魅力を伝えていくレギュラー番組となっています。はい、 AKB48 オフィシャルライブチャンネルでアーカイブ配信中です。見逃した人、もう一度見たい方はぜひアーカイブをご覧ください。はい、そしてアーカイブを見てる皆さん、毎週火曜日18時からショールームで生配信してます。そちらもぜひご参加ください。参加ください。それではショールームの番組参加方法です。はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりができます。ポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきますので、どんどんアイテムを投げてアピールしちゃってください。はい、それでは早速コメント読んでみましょう。はい、はい、あ、うん、次は1年後、ね、もしかしたらそうなるかもしれないので、やばい、それはやだ。もしかしたらね、やだ、1年後の浴衣企画まで。あ、みんな可愛すぎて積んじゃった。おお、積んじゃった。積んじゃった。積んじゃったって。嬉しい。でも本当に可愛い、みんな、ね。浴衣の女の子しか来たんよ。本当に浴衣の女の子最高。
でこんなね髪型できないからね。ね、確かにそうね、なかなかできない。研究生だし、ね、うん、嬉しい。ありがとうございます。珍しいんじゃないでしょうか。珍しい、はい。それでは番組スタートしてすぐのランキングトップ3を確認してみましょう。はい。それでは3位からいきますか。はいはい、せーの、3位大野高文さん。ありがとうございます。せーの、2位ウォーターメロンさん。ありがとうございます。せーの、1位安住ハートを抱かれたジラッチさん、ありがとうございます。はい、はい、ということで番組に参加するには無料アカウントの登録が必要です。登録がまだの皆さんは登録してコメントやアイテムを投げてご参加お願いします。お願いします。そして本日はランキング上位3名の方に本日の出演者のサイン入りチェキをプレゼントします。エンディングでのランキング対象となります。はい、皆さんの3位目指して頑張ってください。ぜひ私たちのチェキをゲットしてください。お願いします。それではここで拡散してもらいやすいにスクショタイムです。はい、スクショタイム、はい、10秒間カメラにアピールしますのでスクショして SNS で拡散お願いします。はいはい、はい、それではあちら、あ、そうですね、こちら、はい、バチルームハッシュタグ一発ルームでお願いします。皆さん拡散お願いします。あ、なんかごめんなさい、こちらお願いします、はいはい、それでは10秒間いきます。せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了終了、ありがとうございました。はい、 X でのポストはハッシュタグいっぱちルームでお願いします。お願いします。そして今日の一発チャレンジはヨーヨー釣りチャレンジです。対象の X のリポスト数50ごとに使える釣り針の数が1本増えます、うん、ぜひ皆さんリポストお願いします。お願いします。さてここで先週から、うん、おジラッチさんからクマタワーが来てるそうです。クマタワーありがとうございます。ありがとうございます。クマ、はい、ということで改めてここで先週からオープニングトークのお題をエンディングでということで VTR を見てみましょう。はい、どうぞどうぞ。ええ、みずこんばんは。ゆめみゆる寝てる。ゆめみすみとあずとおひなさなやっとゆるいいですか。ゆるゆるこの回ドキです。はい、というわけでね、ヨーヨーのコツを伝授します。はい、伝授します。しますこちらです。こちらをねじねじ、すっごくねじねじします、はい、くる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 回してこの先っぽを持つ、ギリギリを持つ、これがコツです。はい、でこうやってなんか乗っけてやって水にあんまりつかないようにしたらいいです。はい、これはもう究極のコツです。めっちゃいいよ。これは企業秘密なのが頑張りますので、お願いします。はい、はい、そしてお題は、うん、夏祭りに来たら絶対食べる屋台、教えてください。教えてね、皆さんも教えてください。屋台、屋台、前なんか答えましたね。え、前も答えたよ。絶対答えた、これ。みんなこれ言った。え、なにこれ、私も言った。絶対言った。なんでだろう、言った。私も言った。言った言った。じゃあ一応言っときますか。うん、どうしよう。じゃあせーので言ってみる。じゃあせーのでよ。せーの、イカ焼き。あ、え、私はイカ焼き。私は冷やしきゅうり。もう言ったわ。あずはあんずあめ。あんずあめって何？あんずあめ。え、あの梅？あ、なんか梅の色。あめあめあめでしょ？え、あずって、え、あずって何？え、そこもある。だからあんずあめ。いちごあめ？え、とか、りんごあめ？なんていうの？え、なんていうんですかね、あれ、あの練りあめみたいな感じの、うん、え、知らないの？え、食べたことない。え、あんずあめ知らないんですか？え、聞いたことあるけど、あの食べたことはない。うん、嘘。絶対食べるはず。え、中身なんなの？中身は、え、だそれこそみかんだって何でもある。あ、それ全部あんざめっていうの？そうだよね。え、パリパリじゃないよ。あの硬いの？ビヨーンって伸びる。え、知らない。え、嘘。知らないわ。え、なくない？水飴、そう、水飴、水飴。水飴お祭りにあんの？そう。え、初めて知った。ボタンやってプルプルプルってやって日本とか。プルプルプルってない。絶対ないやつ。なんで？知らない。知らないんだ。え、リンゴ飴しかなくない？あんず飴とかなくない？なんでないの？みんな水飴だよ。水飴はみんな食べたことない。ひなは冷やしきゅうりだよ。冷やしきゅうりはこれ話したよね。これ冷やしきゅうりとか売ってなくないっていうお祭りの屋台に。え、売ってるよ。ほら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 、春
かえないかと多くなかった。え、多かったね。多かったよね。うん、割と多かった。美味しいよね。美味しいよね。大好き。わかるわかる。確かに。私はイカ焼き。あ、イカ焼きはね。イカ焼きこそないんだけど、北海道。あるよね。イカ焼き見たことない。北海道なのに逆に。うん、見たことない。え、なかった。ところどころいろんなところにね、地域によってね、面白いね。面白いですね。みんなは何を食べますか？あ、ぜひハッシュタグいっぱちルームで教えてください。お願いします。はい。それでは来週へのメッセージはエンディングで行いたいと思います。はい。はい。お、ナオリンゴさんから熊タワー、ありがとうございます。そして。ティナさんから白クマ来てます。クマいっぱいだ。クマ尽くしだ。クマだらけやね。ありがとうございます。はい、それではここからこの企画をしていきたいと思います。あずお願いします。はい、真夏の一発トーク、真夏のトーク企画ということで、なんかお題に沿ってね、あのボックスに夏にまつわるトークテーマが入ってるということなので、そのテーマについて自由にトークしていきたいと思います。はい、しゃべろー。どう、まず今日調子は？調子めっちゃいいね。おー、やっぱ浴衣って力すごい。あの浴衣パワー、ね、浴衣パワーそうなんだ。そう、じゃあどんどん喋っていきましょう。喋っていこう、みんなで喋っていいですか？いいよ、お願いします。ここから引いてください。はい、この夏個人的にやっておきたいこと。なるほど。個人的に、個人的に、この夏でしょ。え、個人的にやっておきたいこと。え、私言ってもいい？あ、いいよ。え、私はキャンプ。え、すごい。キャンプがしたい。おー、夏ね。私人生でキャンプしたことなくて。今もない。なんで、あのキャンプをねみたいです。自分で自給自足の生活。え、あ、一人魚とかも取っちゃう系。そうそう。え、すごいじゃん。まさかの、ね、自分で焼いてやってみたい。おー、でも確かに。で、最近キャンプの YouTube とか見ちゃってる。いいね。癒されるから皆さんもぜひ。石川さんも言ってた、それ。え、言ってた、うん、それ聞いた。私もキャンプ、それを機に私もキャンプの YouTube 見るようになった。あ、そうなんや。そう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 。いいじゃん。ぜひ皆さんも見てみてください。お、分かった。それちなみに何人？はい、ソロ？ソロは寂しいから誰かと行きたい。うん、おー、じゃあ仲間を。18期で連れて行くなら？だって行かないじゃん絶対。で、アズもちょっと嫌かも。いや、アズなんで、アズ行くのに自分したら行くの。だって絶対無理だよ。だって取れないでしょ魚とか。魚行けるよ。おりゃ。やめとく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 。誰だろう。誰だろう。連れてきたいなら、うん、一人だけ。一人だけのゆい。おお、逆に、ね、逆に、なんか取れそうだ。確かに。そう、ゆいが入っていきそう。そう、どんどんしてくれそうだから。確かに確かに。ゆいを連れてきたいと思います。ゆい、ね、いいじゃないですか。はい、皆さんはどうですか？ありますか？え、アズ、わかんないけど、アンズ飴まだ食べてないからさすがに食べたい。お、お祭り？お祭りは行きたい。そうだね。けどね、情報あったら皆さんください。お祭りの情報。もしかしたらね、アズが出現するやってる。お祭り、え、見たことない最近。え、聞いてない。本当に知らない間に終わってるので。この前隅田川の花火大会あったらしい、ね、あってたらしい、ね、知らなかった。そうだ、柏木由紀さん出てた。あ、そうだ、やってた、やってたね。見た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 。中継ね、行きたかったね。行きたかった。コーヒー隅田川、そうですね。私はあの夏の防波堤をかけながらドライブ。え、まだしてないんですよ。ちょっといいじゃん。まだしてないんですよ。いいですね。だから、まあ、8人乗せるのは無理なので。え、なんで？まあ、車のね。いや全然違うでしょ。車の人数って決まってるから。8人は確かにな。8人は、ね、8人はね、結構でっかい車になっちゃうので。あ、ダメか。じゃあそうなんです。だから1人だけ連れて。1人かい。1人かい。1人連れていこうかな。誰連れていくの？ちなみに、ちなみに、じゃあ新井さえちゃん。なに、そうやろ。なんで、やろ。逆に乗せたい。逆に、どの逆？なんかいつも嫌がってるイメージがあるんで、怖がってるイメージがあるから。確かにね、確かにね。さえちゃんを乗せて、あの夏の防波堤を流しながらちょっと海辺とかね、ドライブいいね、したいですね。いいの、行きたかったな。いいね。私も行きたかった、ね、楽しい。ちょっと大丈夫です。じゃあ次の、あ、次のトークテーマいきますか。アズ、アズが引くね。
よっこらせ。よっこらせ。お、夏に絶対聞きたいプレイリストにしてみるよ。おお、これは。これは歌ってことだよね。そうだね。曲。何でもいいんだ。じゃあ私からどうぞ。私？うん、ある。なんだろう。夏っぽい曲。これ AKB48 縛り？そんなことない。じゃあ AKB 以外だと、ししゃもさんの君と夏フェス。うわ、盛り上がる曲だね。そう、あっち系ね。あっち系が、私ホーロック意外と好きで。おー、なるほどね。そっち系が好きですね。うん、いいじゃん。いい。コヒちゃんは？はい、私は家入りレオさんの君がくれた夏。うわー、あすがオーディションで歌った。本当？そうなの？うん、あとオーディションで歌った。そうなの？そうなんだ。結構家入りレオさんの声とかが好きでよく聞いてるんですけど、夏といえばなんかちょっと切なさもありつつ、なんかこうねドキドキするような歌なので夏に聞くかなって思います。へえ、はい、あずはなんだろう、大原さくら子さんの君がくれた、あ、違う、なんだっけ、待って、あ、名前思い出せない。じゃあコメントで探していいよ。あの皆さんコメントお願いします。どんなった？もっと手をつなごう。あ、君。あ、君。多いよね、君系。この、夏のやつなんだけど、これは、ちぃまる子ちゃんの主題歌の。そうなんだ。そう、2015年に、あの、映画出た、ちぃまる子ちゃんのイタリアから来た少年っていうやつの主題歌なんですけど。怖い怖い怖い。シークレットベース？違う、そう、違う。あの、夏、夏。違う、それは違うじゃん。でもあんま結構マニアックだからあれなんだけど、アズはその曲が大好きで、そう、君を忘れない、それ君を忘れない、そう、君を忘れない、そう、もうめっちゃ好きなので、君だ、みんな、そう、あ、確かに、そうやん、君もしかしたらどういうこと、わかんない。はいはい、大好きです。いいね、皆さんぜひ今調べて聞いてみてください。はい、ぜひぜひ。いい曲ばかりですから。じゃあ次のお題引きますか。はい。あ、私か。うん。いい？いいよ。じゃあ。君と僕のポールスターや。確かに。それは聞いてください。ポールスターもいい曲ですよね。めちゃめちゃいい曲。それはマジでいい。めっちゃいい曲だよね。じゃん。夏休みの宿題の思い出。ということで。宿題ね。宿題。みんなどういう系？どういう？マジですぐ終わらせる。うん、ガチ。すぐ終わらせないと遊び行きたくないぐらい。まずはすぐ終わらせて遊び放題する。え、何事？わかんない。あ、そうだ。不明やね。私あのさ、不明な人何人かいない？18期で。いる。ゆめみじゃなかったっけ？そうだよね。あ、だから私あの。不明な人の血液型を調べに行くっていう企画やりたい。確かに知りたいよね、はい、うん、何型なのか。めっちゃしたい。一回もない？一回もない。本当？そうなんだ。そう、あ、すみません、話されました。みんなはどっちタイプ？うん、半分初日に終わらせて、早くない？あの前日に終わらせる。どういうこと？だからなんか変わってるね。一気に全部終わらせられないじゃん、うん、多かったら。そうそう。でなんかめっちゃやるぞってやる気になって半分まで行くんだけど、うん、もうそこからずっと遊びほうけて最終日の前日にやるタイプか。確かに、へ、そういうタイプ。最初と最後にやります、うん、そうなんだ、変わってるね、本当？結構いると思うよ、この。いないでしょ絶対。いる。私は、うん、もう最後本当2日前とかで、うん、やばいってなって徹夜で終わらせるタイプ。一回も開かず、それまで開かない。それも意外だけどね。しません、しません。何もしたくない。逆に意外だね。かすみやってそうなのに、ね、そう、逆だよね。私やってなさそうでしょ、どう見ても。意外とやってそうだよ。そ う、そう、全然やりません。そう、もう、ね、そう、はい、でもちゃんと終わらせるタイプ。あ、まあそ、間に合わせる。それはそう、それが大事だよね。そうなんです、うん、はい、そんな思い出でした。はい、思い出でした。家庭より結果が大事だからね。ね、宿題はちゃんとやりましょう。やりましょう。コツコツだよ。毎日やるのが大事です。コツコツやって。好きなさ、宿題とかあった？ないでしょ。ひなあったんだけど、読書感想文。好きそう。めっちゃ好きなの、読書感想文。好きそう。あの、それだけはマジで最後に残すタイプ。なんかめっちゃ好きなんだけど、うん、あの、なんていうの。2枚でいいよって言われてるのに5枚書くタイプ。あ、それってさ、うん、受け付けてもらえなくない？受け付けてもらえるのよ。え、もらえるの？そう、なんか字、なんていうの、大会とかじゃないからさ。
あ、先生が出してる宿題みたいな、めっちゃ書いてました。めっちゃ好き。それで言うと私自由研究は毎年出してて、うん、なんか理科の自由研究なんだけど、うんうんうん、私大分出身だからさ、うん、の温泉のアルカリ性か酸性かを調べるっていう自由研究をしました。え、どうやって調べるの？何？リトマス試験を持ってくの？温泉に？あの赤と青とかやらして、え？採取してやってましたね。え、どうだった？え、まあ、酸性のとこもあるし、違うんだ。抽選もあった。違うんだね。そう。え、すごい。そっか。ありました。めっちゃいいね。それが思い出。なんかい超いいことで。全然賞取れなかったけど。ああ、ちょっと浅かったかな。いないんだ。そう、浅かったかな。浅かったかな。あ、そっか。そう、そんな思い出でした。おー、いいね。はい。確かに。で、何読んでたの？本とか。え、その年に毎年やって毎夏やるんですけど、なんか普通に賞を取ってる本を読んだりですね。言ってんのこれ題名とか。いいんじゃない？なんか双子っていう本があるんですけど、その本でやったりもしたし、いろいろやりました。すごい。小中高？そうだね、小中高あった。小学校の時から本当に好きで、なんか研究、それこそ研究、自由研究みたいなのあったんだけど、なんかみんなは小学校の時ってなんか作品作ったりしてる人が多かったけど、ひなは作文を出し提出してました。めっちゃ賞を取ってましたね。すごい。そっち賞取ってたの？すごいわ。作文で賞取ってました。すごい、すごい、かっこいい。やってましたね。じゃあ、なんか作家になります？あ、ちょっとお待ちしております。 お話をお待ちしております。え、あずはなんかそういう系ないの？研究とかさ。研究？感想。貯金箱は作ってない？貯金箱？うん、何？え、作るよね。工作、うん、あるあるある。工作であるじゃん。自我工作みたいな。何それ。え、あずはろうそくキャンドル作った。いるよね、一人は。クラスに一人はいない、ね、キャンドル作った。キャンドルタイプ？クラスに一人いるよ、本当に。あのプルプルの昔ファン、わかるわかる。プルプルの、ね、そう、プルプルの、わかるわかる。そう、それを作ったのあるの。そう、めっちゃわかる、めっちゃわかる。世代かもんじゃん、うん、キャンドル。え、私貯金箱めっちゃ変わらんやろ。え、全然変わらんしか、貯金箱しかいなかった。え、全員貯金箱？それはやばい。そうだよ、クラス全員。全員レパートリー少なすぎやった。いや、マジでこれは本当。その中で温泉。そう、え、なんかそう選べるのよ。工作か自由研究、研究とかそっち研究かみたいな。そしたら貯金箱か温泉か。そう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 。二択なん。いや、ほんまにこれは大分二択なんだ。大分二択なんだ。はい、ぜひ大分県に来てください。おーい。はい。お、お、リッキーさんと、リッキーさんから熊タワーが来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてそして、ティナさんからも熊タワーが来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。熊タワーがフィーバータイムですね。ありがとうございます。皆さんいっぱい。熊ちゃんばっか。はい。本当だ。それでは他のお題も引いていきますか。はい。他のお題。お、最後ですね。最後。最後っぽいよ。おお。いいですか、最後。いいですよ。じゃじゃん。はい。なんだ。理想の夏休みの一日を考えよう。ということで。これ。はい。お、そっか。どうしよう、理想の、え、安っつい、一日を考えよう、わかんま。ね、みんなで、あ、そうだ、一枚を書くって。え、朝はラジオ体操に行く。いいじゃない。いいね。書く？書こう。じゃあ。え、やだ。え、めっちゃいいと思う。健康的やん。めっちゃ健康。え、行った、そういうのってあるの？東京ってあるの？ある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 。あ、あるんだ。あるんだ。あるある。あずも行ってた。行ってたの？行ってた。えら。うん。え、北海道あるよね。ある、めっちゃある。なんかスタンプラリーみたいな。え、そう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 、わかる。何回行ったらなんかお菓子もらえますみたいな。これは共通だと思う。なんかあのさ、お兄ちゃんみたいな人、ね、わかる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 。音楽流れてね。おじいちゃんおばあちゃんと一緒によく行ってましたね。ね、あるもん。じゃあラジオ体操行った後は、はい、これ何時ぐらい、何時ぐらい。6時でしょ。6朝6時ね、うん、え、頑張ってるな。6時です。早いな、6時か。ね、6時起きてね、すごいね、ほんまに優雅だな。お、ビビベーズさんからスタンドオンバナ。スタンドバナ、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてで、なんだろう、朝ごはんはおそう、うん、そうめん、そうめん。あー、待って、めっちゃいい。そうめん、いいやん。いいね、そうめんだ。大好き。まだ今年そうめん食べてない。食べてない。何も食べてない。食べたい。そうめん、やっぱ朝夏でもチュルンって食べれるから、ね、確かにね、大好き。いいじゃない。
そうめん食べて、どこまで行くのまで考えまだ朝だから7時ぐらいまでしか決めてないけど大丈夫かな。そうめんでもうお昼寝しようじゃん。一回寝よ、一回寝よ、一回寝、結構夕方まで寝ちゃう。どうする？夕方まで寝ちゃおう。夕方まで寝ちゃうから3時まで寝て夜ご飯何食べる？いや、お昼のおやつにかき氷。ああ、やり、あれすが、まだかき氷食べてないんだよね、うん、今年。それは、それはやばい。え、食べた？食べた。めっちゃ美味しいの食べた。ね、誘ってよ。え、行こうって。え、行こう、ね、いつでも行けるわ。いいよ。ちょっと乗り気じゃなさそう。いいよ。ちょっと乗り気じゃなさそう。でも、行きたい。ね、なんかひなの知ってるかき氷ってジャリジャリ系なんやけど、うんうん、あのいちごシロップとか、うんうん、違うんでしょ？違う。ふわふわ。冷たいとかじゃない。食べてみたい。食べたい。そしてかき氷食べる、ここで食べる食べる食べる、かき氷食べる。この後はやっぱりね、なんだろうな、かき氷食べて、まあ、かき氷ってゆっくりして、浴衣を着て、花火、花火やろうか、花火やろう、花火やろう、やっぱお家、お家、お家族とね。おい、線香花火がある、ご飯対決もう間に合わない。花火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 、理想すぎないか、理想すぎる。そして外でバーベキューしよう。うわ、あり、あり、外で、あり、え、外でバーベキューとか東京の人ってできる？できる人はできる、できる人はじゃない、わかんないね、なんか、確かに。北海道とか結構みんな、そう、お庭で、いいな、ね、それはないな。土日になったらどこの家族もしてます。すごい。そしてリッキーさんからタワーをいただきました。ありがとうございます、すごい、いっぱい。ティナさんから、そしてティナさんからもパフェ、パフェが届きました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。はいね。終わり？うん、うん、こんな感じ。はい。もうなんかわけわかんなくなっちゃった。最高、てんこ盛りやな。最初のだけのね、充実しても。はい。あ、見える？ぐちゃぐちゃ。はい。朝の6時にラジオ体操して、そうめんを食べて、お昼寝して、かき氷して、ふわふわのかき氷食べて、花火して、外でバーベキューして寝るの。最高じゃないですか。これを送りたいですね。これが理想です、本当に理想ですね。まあ理想と現実はかけ離れてるっていうもんですから、ちょっと6時に起きれませんもんね。無理ですね、ラジオ体操今行けないな。行けない、本当に起きれないよ。確かに本当に頑張りましょう、ね、頑張ろう、はい、ちょっと、もしかしたら皆さんの近所のラジオ体操に私たちがいるかもしれないんで、やってるかもしれない皆さんも一緒に6時起きで頑張りましょ う, てみよう。はい、ということで、はい、こんなところでいいですかね。はいはい、お時間になってしまったので、以上一発トークでした。はい、続いてのコーナーはこちらです。コピーお願いします。はい、一発チャレンジ。このコーナーでは18期メンバーの団結を深めるために毎回テーマを設けて様々なチャレンジをしていきたいと思います。5ポイントゲットするごとにご褒美企画が行われます。先週ピンポン玉スローをクリアしたので5ポイントを達成しました。そして現在先日のプレゼンを受けて準備中とのことです、うん、ということで今回からリセットされて新たなご褒美企画に向けてチャレンジをスタートしていきたいと思います。はい、はい、今回のチャレンジはヨーヨー釣りということで、はいはい、ルールはここにあ、どれだ、あ、後でプールみたいなのに入ってるヨーヨー8人で合計30個のヨーヨーを釣り上げる。制限時間は1人1分ということで、先週の様子を見てみましょう。どうぞ。四個。おお、なんかすごい。え、夏はね。エナチだ。やぶけそう。いいね、進まってる感じ。どこまで見た。どこまで持っていいのこれって。よし、一個。すごい、一個。一個。一個。どうぞ。やばいね。
こっちコンビやつだよね。消えたら終了なのですが、皆さんの力で支える紐の数が増えますということで、リポスト50ごとに1本プラスになります。すごい。皆さん今のうちにリポストお願いします。1本だから、えこれに2本ついてるってこと。紐白のがめっちゃ丈夫になる。そうじゃないの。おすげえ。皆さんリポストお願いします。今お願いします。今お願いします。透明が可愛すぎて、これめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。これ撮ります。小さい頃の夢、透明ヨーヨー。透明ヨーヨーマジレアだったな。大好きだった。可愛い。モワってなってる感じがする。ね。はい。じゃあ締め切りということで、はい、リポスト数の方を確認していきましょう。はい。何個だろう。お願いします。はい。た。お、リポスト連打したって。え、ありがとう。それして連打したら意味ないかも。逆に。はい。はい。お、206ということで、4本プラス5本プラスということで、すごそう。そうじゃない多分、うん、じゃあもうやりまくった方がいいんだ。そうだね、もうどんどんしていきましょう、うん、はい、はい、じゃあ始めていきますか。始めてみましょう、はい、どうする。じゃあ誰から。じゃあ行く。せーの、最初はグーじゃんけんぽい。あ、最初はグーじゃんけんぽい。あ、それから。私から。で、あずからして。なんでもいいよ、もう何でもいい。オッケー、やります。はい、真ん中に。はい、真ん中。はい、よいしょ。いい。なんかネジネジした方がいいだし。ネジネジね、聞いた、さっき言ってたよ。お、それこういうことか。こうこって。すごい。え、これ5回破けるまで切ることじゃない、はい、そうだよね。ネジネジしとけ。ネジネジ、じゃあ私もしとくね。しといてほしい。これネジネジして破けたらどうするの。それはもうダメです。それえ、やばい。じゃあこれ慎重にやらないと。ネジネジ。わお。いや、わお、あかん。アズの髪もネジネジ。そうだよ。アズもこれヨーヨーだから。お、意識してきた。今日のために。はい、じゃあ結構アズね、じゃあみんなネジネジやっといてくれる。はい、じゃあ行きますか。行きます。ゴー。え、急に？ちょっと、タイムがかかってきた。そんな、そんなに、ゴー！ゴー！びっくりした。犬かと思った。ごめん。はい。はい、私が持ちます。あ、はい。じゃあ、いいですか？気をつけてね。あず頑張ってね。はい、頑張ってきます。はい、それでは、よーい、ドン！いけ！いけ！うまい！読まない？ネジネジ大事だね。全部取っちゃえ、あず。いけるぞ。全部取っちゃえ。いけるぞ。任しとけ。でもちょっとさ、ちょっと待って。いける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 。ああ！いけ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 、まだいっぱいあるいっぱいある。うちもあるで。やっぱ水危険だね。水危険すぎる。気をつけてな。ああ！やばいやばい。まだあかん。あかん。ちょっと待って。大阪ツアー近いですからね。ちょっと待って、下に沈みすぎやない？あかん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 。あと何秒ですか？これ残り10秒です。いけー。え、ないない。いけるいけるいける。あ、まだない。あるって絶対。あった。これ違う。ノーノー。これいけるいけるいける。頑張って。優しく優しく。やばいか。まだ1本ある。まだ1本ある。まだ1本ある。ね、絶対無理やんこれ。いける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 。終了です。あかん。え、これなんで取れないの？え、
違う、あのどうなってんの、さっきさ言ってたよ、上にした方がいいって、これ絶対マジでそうだわ。何が、これちっちゃいの取ればよかったんじゃない、ちっちゃいのが軽いからいけるってことじゃない。あ、そうなの、軽くなっちゃうの、軽いでしょ、え、これ大きさも関係あると思うひな、うん、え、でもなんか前の人たちは小さいの取ってた、マジか、見た、見た、えら、うん、じゃあちょっといちょっと小さいの取って、あ、てか暖かくなってきた、お水あったまってきた、ね、夏ですね、水もあったまってきた、私ということですごいな、はい、あずは2個でした、2個でもこれ取れたからよかったね、確かに、ごめん、小ひな、え、入れていいですか、はい、あ、戻してない、あ、じゃあいいじゃん、じゃあ取りやすいとこ置いとくね、ありがとうこれ4個はいける、これ欲しい、これ欲しい、これ欲しい、これ取れないからってさ、諦めてね、取れなくても、え、ネジネジして、あ、ネジネジする、本当や、ネジネジする、ネジネジするよ、やばい、足手濡れてる、あ、やばい、私も濡れてるねえねえ小学生かネジネジ効果あった、ネジネジ効果ある、あるんじゃん、ある、じゃあ1個さ、せずにやってみる、うん、え、やだ無駄にしたくない、じゃあ一人ネジネジ担当で、はい、お願いします、じゃあずね、はい、しててね、うん、ずっと行きますね、そろそろ、じゃあかすみお皿持っていただいて、はい、じゃあ行きますか、行ける、うん、はい、行きます、はい、レディーゴー、いいですか、うれしい、一発、どうやって取るのこれ、いけるいける、まだまだ全然大丈夫、まだ、うん、あずネジネジしといてよ、してるよ、いけるいける、うまない、普通に、うまい、冷静、冷静な人は勝つから、これ、おお、待って、うまくない、ちょっと待って、水についてないの、いいの、あ、でもそれいける、絶対それいける、ちょっとやばい、くっついてる、逆にね、つきにくい、うん、あ、でもこれとか浮いてる、ちっちゃいし、いけるいける、おー、いけた、うぃー、え、すごい、これ6個いけば、あずの分いけてるから、いける、それもいけるやで、いけるいける、コヒならいける、それいけるわ、やー、ダメダメ、いや、いける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 、水取れない、うん、水いっちゃったらもうやばい、え、これ水についたらダメなの、うん、水についたらマジで死んじゃう、そうなの、あの釣り針は、お、いけた、いけた、まだ時間ある、まだ時間ある、はい、終了、あ、え、すごい、めちゃめちゃ、はい、すごい、え、何個、1、2、3、4、5、6個、アズの分まで取ってくれた、はい、ありがとう、ありがとう、ちゃんと狙い定めた、ね、天才ちゃん、かわいい、かわいい、やったね、いいね、よかったね、よくよく、ネジネジいっぱい余ったから、かすみ使っていい、確かに、もう全部使っちゃおう、全部使っちゃおう、これはどんどん水ぬるくなってる、そうだ、ありがとう、水ぬる、はい、水ぬる担当で、水ぬる担当、よし、じゃあこれ取る、かわいいやん、かわいいぞ、はい、かすみの、じゃあ私行きます、じゃあ行くよ、いい、うん、よーい、スタート、いけ、7個いっちゃえ、かわいいやつ、1個目、あつだあつだ、ナチュラルすぎ、2個目、いけ、6個いけ、7個いけ、ちびちびちゃん、ちびちゃん、おちびちゃん、どういて、おちびちゃん、あるいける、おちび頑張れ、あー、いけいけ、おちびちゃん、いいね、おちびちゃん、かわいい、うん、いらない、え、私これ合ってる？うん、合ってるよ、髪持ってる、私今髪持ってた？うん、あ、もうそれ怖いね、これダメだ、これダメだ、あ、それはダメだ、1秒前に、いけ、かすみ、いい、お、え、すごいじゃん、ここここ、あと1個あったらもう髪、あ、やったー、セーフ、セーフ、やったー、そうですよね、かすみちゃん6個、やったー、え、すごい、結構
で？ことで？今日の結果三？何個？うん三。あ三？違う二。二？二六六。十四。え？そうだね。十四。二個だもんね。うん二個。十四個。すごくない？すごい。えどうなんだ？すごいと思う。えでもあと二人しかいないんだっけ？そうだ。いやでもいい感じ。でも八個で23。あ、でもいけるんじゃない？いけるんじゃない？ね、いい感じじゃん。すげー。やったー。やりました。すごいじゃない？よかった。結構いいんじゃない？ね、はい、はい。ということで、めちゃくちゃ今日は今週は14個獲得しました。うん、イエーイ。次回も指定の X のポストのリポスト2で紐の本数が変わりますので。ぜひ皆さんリポストお願いします。お願いします。それでは以上一発チャレンジでした。すごい。えこれって交渉ありですか？あのリポスト数で秒数変えるとかどうですか？あ確かに確かに秒数の方が必要な気がしてきて、これ余ったよね。全然余る。うまくやってたら、うん、ちょっとじゃあ、お採算あり。ラストの回なのでちょっと皆さんのあの2人の様子を見て、おそのあの誰プラスの可能性も。ひなのとゆいか。あ、じゃあプラスします。やったー。優しいひなのとゆいに優しかった。不安なんで、ね、不安。あと4個だもんね、まあ、ね、そうだよね、はい、交渉してみるものですね。はい。じゃあ次回も成功しますように、はい、祈っておきます。はい、それではあっという間のエンディングになります。では間もなくランキングの方は締め切りになりますので、上位3名の方に本日の出演メンバーのチェキをプレゼントします。その前にお知らせをしたいと思います。 AKB48 挨拶回り大阪公演の夜公演が無料で見られますので、ぜひ皆様見ていただけたら嬉しいです。お願いします。そしてですね、明日クリームなんたらさんで11時55分の方で11時55分から私工藤かすみが出演いたしますので、ぜひ皆さん見てください。見てください。絶対見る。一人で緊張したから頑張った。はい、ありがとうございます。僕可愛かった、めっちゃめっちゃ可愛かった。美女良かった、最高だった。可愛いかすみが見れるので、はい、ぜひ皆さん見てください。お願いします。はい、詳しい情報は AKB48 のオフィシャルサイトでご確認ください。はい、それではプレゼントの締め切りです。カウントダウンしていきますか。はい、せーの。大丈夫ですか？何ですか？何ですか？はい、いきます。はい、せーの。あ、で10から5から5。せーの、5、4、3、2、1、終了。ということで確認してみますか。ね、18期公演あったよね。ね、あったね。そうだ、8月あるかな。どうなんだろう、ね、どうなんだろう。楽しみに当ててください。あるとしたらね、本当楽しみ。18期公演大好き。わかる。え、あるの？わかんないですね。これはまだお楽しみですよ、皆さん。まあ、あるかもしれないし、ないかもしれない。今月でやっぱさ、来月か、ね、終わりだからね。もうちょっとで終わっちゃうから。悲しい。楽しみに待っててください。あるとしたら。あるとしたら。はい、じゃあ13位の方から読んでいきたいと思います、はい、せーの。13位、ドラゴンさん、ありがとうございます。せーの。12位、ドキドキドッキンチョリンパさん、ありがとうございます。せーの。11位、マキマキマッキーさん、ありがとうございます。せーの。10位、ゆきおさん、ありがとうございます。せーの。9位、ウォーターメロンさん、ありがとうございます。せーの。8位、関根さん、ありがとうございます。せーの。7位、大野貴文さん、ありがとうございます。せーの。7位、6位、ナオリンゴさん、ありがとうございます。せーの。5位、安住ハートを抜かれたジラチさん、ありがとうございます。せーの。4位、ティナーさん、ありがとうございます。お、ここからはチェキのプレゼントの方です。せーの。3位、スモンヒロさん、ありがとうございます。せーの。2位、リッキーさん、ありがとうございます。せーの。1位、ビビレベさん、
ありがとうございます。ということでプレゼントを当選された上位3名の方にはショールームよりご連絡がいただきますので、ご対応の方お願いします。お願いします。はい、それでは今日の番組は以上となりますが、皆さんどうでしたか？最高でしたね。やっぱコヒと1年ぶりに再会できて、うん、とても幸せな、ね、1年ぶり再会もエモかった。浴衣だったし、ね、そうだよね。エモいね。エモいよね。あの時も浴衣だったしね。また1年後に、うん、1年後にまたもしかしたらそうなるかもしれないので、はい、お会いしましょう。ということで次週のメンバーは久保ひななちゃん、さこゆめみちゃん、山口ゆいちゃんの3人です。はい、ここで次週のメンバーにオープニングトークで話してほしいことを動画を撮ってメッセージにしたいと思います。じゃあどうします？今日どうしよう。なんか夏に関係したことがいいよね。確かに浴衣だしね。じゃあ夏祭り派か花火大会派か。オッケーオッケー。はい、じゃあ行きますね。はい、じゃあそれ言ってくれる？うん。オッケー。じゃあ名前って言うけ。言う。はい、行きます。はい、18緊急生の工藤かすみです。成田小日奈です。ゆいあずきです。はい、今日はこの3人でお送りしました。やっほー、元気。元気。やっ元気ですね、はい。ということで3人に話してほしいことお願いします。はい、今週のトークテーマはズバリ夏祭り派か花火大会か大会派かです。ということでその3人はどっち派なんでしょうか。はい、ぜひ教えていただけると嬉しいです。ちなみにどっちですか？私、うん、花火。お、夏祭り、花火です。ということで3人も教えてね。教えてね。よいよ頑張って。やっぱ花火。バイバイ。はいということで花火大会派ってめっちゃいいですね。ってます。大会派ということでね、はい、配信を絶対に見逃さないために右上のハートマークをクリックしてお気に入り登録をしてください。はい、はい、皆さんそれではいきますよ、うん、それでは以上 AKB48 18期研究生でした。またね。バイバイ。